アイテム番号 SCP-353JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-353JP はサイト8141の標準人型収容室にて隔離されます。セキュリティクリアランスレベル2以上の職員は収容室への入室及び対象への直接接触が禁止されています。実験や面会インタビューなどにおいても同様です。対象から要求があった物品は適切である限り与えて構いません。説明。 SCP-353JP は一体のモンゴロイド女性に見え、収容以前は日本人として戸籍登録されていました。財団に収容された時点で記録上の年齢は37歳、現在は歳ですが、収容以前の対象と交流のあった者の証言によると外見年齢は22歳頃より変化しておらず、収容以降も身体的老化の兆候は見られません。SCP-353JP と唇同士の接吻をした人間は男女関わらず、対象から離れて10秒ほどで声がすれ始め、約30秒で発声が不可能となります。この時被害者の声帯は左右どもに半回神経麻痺のような状態を起こし、回復することはありません。また声帯が動かなくなることによる飲食時の誤嚥、時により呼吸困難や喘鳴を伴います。接吻後の SCP-353JP は、接吻相手の声音で発話できるようになります。この時被害者の声帯は SCP-353JP の発話に合わせ振動しますが、被害者自身の口から発声することはできません。SCP-353JP は現在18種類の声音、うち14種類が男性、4種類が女性の声音、を持っていることを研究員の前で証明しており、実際はより多くの他者の声を、もらった、可能性を自ら示唆しています。SCP-353JP は、愛知県、駅周辺で広まっていた。夜な夜な男を漁っては声を奪うクラブシンガーの女の噂について、該当地域を調査していた財団エージェントによって発見されました。発見当初、SCP-353JP は小クラブ、メロディハニーズで専属歌手を務める傍ら接待業務をしており、店主、男性、当時61歳、対象の能力を黙認し、かくまう形で10年以上雇用し続けていました。店主と従業員8名には A クラス記憶処理を施し、常連客などにはカバーストーリー、実家の手伝いのため退職、オルフしました。実験記録353、3、1990年3月13日、対象、SCP-353JP、B、63452、日本人男性、健康状態は良好、発声に異常は見られない。実施方法、対象に D クラス職員と接吻をさせ、その前後の様子を観察する。結果、接触終了後26秒ほどで D クラス職員は発声が不可能となった。発話しようとするも呼吸困難を発症させ、パニックに陥ったためその場で鎮静剤を投与された。該当 D クラス職員と接吻した後、SCP-353JP は彼の声音で発話することが可能となった。このことについて問われると対象は、深みのある良い声だわ、と該当職員の声音で回答し、その場でイーグルスの、デスペラード、を歌唱してみせると、この人にお似合いの曲でしょう、と発言した。分析。SCP-353JP は接吻相手の声だけでなく、未知の方法で人格や経歴などを把握できる可能性がある。重大な情報漏洩につながりかねないため、一定レベル以上の職員は対象との接触を避けるよう提言する。皆口博士。尾行。1990年3月15日、実験353に参加した D、
63452の精神状態の回復を待って、筆記による報告書を提出させました。彼女は唇を合わせるなり舌を入れてこようとしました。正直気色悪かったんですが、私は思わず口を少し開けてしまいました。あとは先生たちも見ていただろう。ここを泣きつつをな。その間俺が動けなくなっていたのも、奴の舌、とんでもなく長かったんだよ。それで俺の喉奥を舐め回してきたんだ。こうして書いている間にもあいつが俺の声で喋っているのがわかる。かゆい。先生がたなんとかしてください。俺を返してくれ、あの女絶対に許さない。以下 SCP-353JP と財団に対する不適切な語句を含んだ非難と個人的な懺悔が続いていたため省略。報告書を受け、麻酔で昏睡させた SCP-353JP の構内構造を再度調査しましたが、通常の人との差異は見受けられませんでした。SCP-353JP の収容はこれまで通り継続されます。インタビュー記録353、1、1990年3月20日、対象、SCP-353JP。インタビュアー、エージェント、トガシャ。付記、インタビューは収容室に備えられている面会用ガラス窓越しに行われた。録音開始。インタビュアー、こんにちは、SCP-353JP。SCP-353JP、こんにちは、エージェント、来てくださって嬉しいわ。インタビュアー、君が私相手でないと頑として対話に応じないと言ったらしいからね。SCP-353JP、そうよ、私があなたを指名したの。以前あなたが私を指名したみたいにね。インタビュアー、あれは調査目的だった。SCP-353JP。ええ、そう聞いたわ。あたしをこうやって囲うための前準備。でも来店ありがとう。投げキスを送る動作。インタビュアー、6秒の沈黙。インタビューを始めようか。君がどうやってその、接吻した相手の声を操っているのか詳しく聞きたい。SCP-353JP。私の甘いキスをここでゆっくりじっくり教えてほしいってことかしら。インタビュアー、そうだな。我々にもわかるように言葉で説明してもらえないだろうか。実践は勘弁してくれ。SCP-353JP。シャイなのね。かわいい人。でもごめんなさい。私ってばいつも夢中になっちゃって。最中のことはよく覚えていないのよ。インタビュアー、そうか、とても残念だ。いつ頃から今のような力を身につけた？ SCP-353JP。 大学卒業間近の頃じゃないかしら。それまでもキスの経験はあったけど、こんな真似できなかったもの。あの頃は誰も私の歌に心を止めてくれなくて、プロデビューできなきゃ親のチンケな商店を継ぐしかなくて、半ば自暴自棄になってた。インタビュアー、辛かったろうな。SCP-353JP。 あなたなら分かってくれると思っていたわ。素敵な人。そう。だから毎晩駅前のバーで飲んだくれてたわけ。そんな私に声をかけてくれる男の人は少なからずいた。みなとても魅力的だったわ。それで私、欲しくなっちゃったのよね。インタビュアー、それは、5秒の沈黙。声をか？ SCP-353JP。 みな本当に魅力的な声だったんだもの。男の人ってずるいわよね。あんなに素敵なバリトンボイスで歌えたら私、最高に舞い上がっちゃうだろうと思ったわ。商談するのと女を口説くのにしか使わないだなんて大損してる。彼らの声がかわいそうよ。興奮気味だった口調をやや抑えて、そうしてあの日、いつも優しく話を聞いてくれる愛しい彼が、カウンターで飲んでた私の肩を抱いてきた。連れられて外に出て、街灯の下、私たちはキスをしたわ。とてもロマンティックで、私は夢心地だった。私の心は彼のものになって、
彼の声は私のものになった。嬉しくてはしゃぎすぎて。たくさん飲んでたし、その後はあまり覚えてないけれど。インタビュアー、相手はどうなったんだい？君は彼の声を、もらった、のか。SCP-353JP、あの人は、4秒の沈黙、今はいないわ。インタビュアー、いない。SCP-353JP、彼の声は私と一緒にいた。早朝の路地裏で起きた時にそう気づいたの。彼は私と共にあった。それで十分だった。けれどもういないのよ。彼の中にもいないの。永久に失ってしまった。あの人が、愛したあの声が忘れられなくて、17秒の沈黙。もう失いたくないのよ。インタビュアー、10秒の沈黙。なるほど、ありがとう。今日はここまでにしよう。SCP-353JP、わかった。またあなたの声が聞けるのを楽しみにしているわ。エージェント。録音終了。ポイ1、2000年6月27日、23時34分頃、就寝中の SCP-353JP が突如起床し、し始めました。室内監視カメラを確認した警備員から研究主任である皆口博士に報告され、急遽、精神科医の立ち会いの元対象へのインタビューが行われました。対象は、今度はあの子が言った。いなくなってしまったの。もうあの可愛い喉を震わせることは叶わない。と答え、それ以上は沈黙を貫き有力な回答は得られませんでした。ポイ2、201、10。SCP-353JP に関する調査を続けていたエージェント、都が社が対象の被害者とみられる男性との接触に成功し、事前に打ち合わせていた他のエージェント2名と共に彼を確保しました。以下は確保に至るまでの映像記録です。インタビュー記録353、2010年10月5日、対象、被害者男性、死、当時58歳。会社員、現在は静岡県、市在住。インタビュアー、エージェント、都賀社。付記、記録は、市内の喫茶店にて行われました。この記録の直前まで、インタビュアーは発話で、被害者男性は鉛筆とメモ帳による筆記で対談を行っていました。そのため、文書化に伴い筆談内容が併記されています。以下、録画記録。インタビュアー、ありがとうございました。3、彼女の行いは当然許されるものではありませんし、我々は厳罰を科したいと思っていますよ。し、以下、対象、筆記で、ありがとう、あの不可解な出来事を、誰にも言えず伝えられず、ずっと悩んできた。警察が動いてくれるのは本当に嬉しい。インタビュアー、私どもとしても全力を尽くしますので、ご安心ください。対象、声を失い、無気力に生きてきたこれまでの14年が報われる思いだ。インタビュアー、それでは、またご連絡しますので、今日はここまでにしよう。椅子を引き立ち上がる音。対象、4秒のち、椅子から勢いよく立ち上がる。インタビュアー、3。対象、女性の声で、あなたなのね、エージェント。インタビュアー、2秒の沈黙。おい、待て。対象、ああ、嬉しいわ。ずっと会いたかったの。声を聞いてすぐそうなんじゃないかって思ったわ。だけど確証がなくて。でも今のではっきりわかった。この間、対象は苦しむような挙動。インタビュアー、3。あなたの自我はありますか？あるなら両手を高く上に上げて。対象、全身を震わせながらも指示通り両手を上げる。ちょっと、私の話を聞いてよ。私と話してよ。ねえ。インタビュアー、隣席で待機していた2名に向かって、やむを得んが彼を確保だ。抵抗の可能性もあるから気をつけてくれ。対象、首を激しく横に振りながら流呈する。
ずっと聞かないうちにやっぱり老けたのかしら。でも老成してもっと良い声になったわね、エージェント。インタビュアー、さん、恐ろしいだろうが負けてはいけない。できる限り彼女に抗ってくれ。大将、泣き続けながらも小刻みに思考する。ねえ、お願い待って。もう何人も私の元から去っていったわ。寂しいの。一生のお願いだからそばにいて。せめて半分だけでもこっちに置いていって。インタビュアー、他2名が大将をロープで拘束するのを監督しながら。すまない。大将、キスして。録画終了。尾行、大将が女性の小姉で話していた間、収容室内の SCP-353JP が、室内を歩き回りながら無声で口を動かしていたことが監視記録より判明しています。報告書、本来なら最後に記憶処理で済ませる予定でしたが、以上の経緯により被害者男性を確保しました。財団での収容を提案します。また、依然各地に生存しているであろう SCP-353JP 被害者の確保のため、正式な作戦班の設置を要請します。エージェント、トガ社。要請を受理しました。日本支部理事会。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。